地方個人昇格期待の田中和夫さん、まさかの買い手がいない可能性。現在デュッセルドルフに所属しているサッカー日本代表の田中碧は、今季の対談が濃厚と言われている状況だが、ここに来てまさかの買い手がいない可能性が浮上してしまう。ドイツメディアファスバルニュースが先日伝えた内容は、シュプットガルト、マインツ、ボルシア MG の3クラブが田中碧の新天地候補と報じた。その中でも可能性が高いと考えられていたボルシア MG だが、在日ポストによるとボルシア MG はこの件でこれまでデュッセルドルフと接触していない。というのだ。ボルシア MG の現状は比較的小規模と思われる移籍田中の推定市場価値は350万ユーロ程度さえ可能にするためにも、選手の売却による資金を必要とする状況にあり、田中がボルシア MG へ移籍する可能性はとても低いと見解を示している。またレバークーゼンやシュツットガルトなどが獲得に興味を持っていると報道されるも、その情報源は明かされていないことから、その可能性も極めて低そうだという。ボランチというか守備的 MF だが FW 並みの攻撃力があるというのが魅力ではあるけど、守備的 MF としては守備力が9大点に達していないという弱点もある。それこそ遠藤のような相棒がいてというなら良いんだけど、田中が生きるようにするには特に守備陣の選手がそれだけ揃っていないといけないというのも必要なので、そう考えると必要とされるチームがどれだけあるのかな、という現実もあるようには。アジアカップの時期もそうだったけど毎回噂は出るが、実際欲しがるクラブあったとしてもブンデス中堅が関の山だと思う。興味関心を持たれる活躍をした2部選手はあまたいる。過去に日本人でも幾人かいた。しかし実際に1部にどれだけが引き抜かれたかとなると厳しい現実もあるのだろう。プレーのタイプ的に需要の多い選手ではないので、来季も2部だと思われる。田中碧は代理人変えた方がいい。前ウィンドウで不正確な噂ばかりが先行してる。橋岡も一時期似たようなことがあったけど、代理人変えた途端にプレミアに移籍できたし、三笘のドリブルを止めれるのは自分だと豪語してた記憶があるから、早いとこ同じ土俵で見てみたいんだがな。冬の移籍市場では200万ユーロでも買い手がつかなかったしね。伊藤博樹1人分の予算で田中碧が1ダース買えるのに、なんだか浅野選手とは対照的なことだな。碧の交渉決裂は移籍市場の恒例行事化してるんよな。